はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やりましょう。今回頂上決戦の8問モードやっていきましょうか。8問ね。さあボタンを押してます。YA さんかな、 YA7 さん先生取ったね。8問なんで、ザキヤマレオナかレオナかな。8問なんでやっぱねキャラが非常に大事かと思います。 UR のキャラが出やすいんですけどね、今回出てないな。でも最終取ろう。レオナ、エイジ、最終。これね、むずいな、アテナとテリーやったら。怒り下げがあるんですよね、アテナは。ただ、テリーの、テリーも強い。テリーにしよう。テリーのパワーストリームが強いからね。さあ、向こうは、リンと、オロチアシロ、右京さんかな。リン、オロチアシロ、右京さん。こっちネームレスか。リンは強いね。リンは非常に強いですよ。ネームレスと、最終合わすかな。8問で防御型キムとラルフか。ネームレスはあんまり出したくないな。でも最初にね、最初にはあんま出したないので、クリスにしようかな。クリスにしましょうか、やっぱり。クリス、これでいきます。今日は頭にしてるね。この最終がですね、確率で怒り下げるんですよね。スキル 40% ぐらいだったかな。あ、怒りダウン入らんかったな。これ今日はもうゲージ溜まってますね。最終の消耗が、確率なんですよね。でも確定じゃなくて 40% ぐらいで怒りダウンが入るんですけど、ちょっと中途半端ですよね。でもさあ、いきなりもう、使ってきましたね。無式を、無式使って、キムは厳しいな。まあ、このまま行くかな。このまま行ってタクマ叩こうかな。タクマ叩きましょうか。タクマに、お、いいね、このクリティカル。さあ何を出してくるか。 UR 何渡したかな。何やったかな。マジでアテナ渡しましたね。一体、あ、リンとアテナか。リンが強いんよね、これマジ でタクマも溜まってるよね。奇進撃、あー、クリス倒、めっちゃ減るやん。そんな変のタクマで、タクマで6割減ったよ、単体。マジで？マジか。あ、でもクリス復活した。いいね。これ、オロクリでしょ？クリスは。オロクリになったんで、これね、でも、残ってるキャラが微妙やな。エイジとオロクリ。いや、微妙やな、マジで。エイジとオロクリ前に出そう。これでいこうか。で、オロクリは使います。このザキヤマ封じたいな。あれ入ってるかな、あの魂燃焼。怒りダウンも入れへんな。お、2回入ってる魂燃焼。これでも倒してこん可能性もあるしな。でもここ結構調整むずいと思うんで、毒とか出てたらこれ、多分強制的に倒さなあかんから、それを狙ったんですけどね。エイジ調整しても毒で食らってるんでね、多分ですけど、これエイジもやられますよ、毒で。あ、エイジ生きてる、中途半端。どうしよう。じゃあネームレスと、まあテリーで勝負かけるか。これでね、こういっとこうか。こういっときます。でテリーで勝負かけに行こう。ここにまずエイジかな。エイジが何出るか分からんから。あ、暴走出た。暴走出て。で、次ね、これ、テリー先に打った方がいいまであるな。そうっすね、テリー先に打った。これ、多分範囲ダメージ。拡散ダメージはね、リン、これ封じれないんで。あ、封じてるんかな、どっちかな。で、螺旋はこっち打とう。リンコをね。リンコをナコルルに打って、オロチナギはリン。だけど、これ、耐性が怖いな、マジで。体勢入ってるよね、やっぱり。ちょっと待てよ。こうか。こういって。体勢が怖いんですよ、これ。どう？うおー、危ない。マジで危ない。リンはね、これ8問モードやと必殺体勢もあるし、スキル体勢もあるんですよ。9問効果によって、スキルも、35% ぐらいの確率で、ダメージ 80% カットとかあるので、マジで強いんですよね。今それが怖かったんですけど、テリーの拡散ダメージみたいな、オーバーした時に
相手をオーバーキルした時に上回ってるダメージを与えるっていう効果があるんですけど、それはさすがに防げないと思うので、まあその効果でなんとかね、リンを倒すことができましたが、まあでもギリギリやったっすね。危なかった。では頂上決戦の続きやっていきます。8問モードね。ウイハルさん、先生取られた。ウイハル、右京さん取ろう。右京さん、ナコルル。あ、右京さんいたらあれじゃないの、ナコルルってゲージ300溜まったりするやつじゃん。なんかそんなあった気しますけどね。これはこれハイデルにします。今日も強いけどハイデルのスキルが強いから、これはクローンゼロにしとこう。先生取られてるしね。うわー、アデルハイドや。マジか、最強キャラやで、アデルハイドは。マジか、ハイデルの子、ナコルル。多分ね、右京さんがいたらナコルルがゲージ300溜まったり、した気したけどな。でも右京さん先に出すようなキャラちゃうんでやめます。なんでこれはこういこうかな。チンとウィップでも置いとこうか。ウィップ頭でもいいかもね。これでいこうかな。これでいきましょう。全部技型やけど、ちょっとパッとしないけどね。これでいきます。ウィップゲージ溜まったらロバヤンに飛んでいくね。これテリースキル怖いな、これ。うわー、テリーのスキル、そうやな、ゲージ溜まらないんや、確か。そうっすわ。そしたらこれはここで、これハイデルの置いた理由は、あ、めまいした。スキルがやっぱ防御型に刺さるから、この防御2体とかで出してくれてたらね、スキルが出てくれたらいいんですけど、これはキム前にするかな。うん、ほんで、あー、テリー強い。テリー、あー、めまいしたわ。チン使いたかった。チンはできれば使いたかった。こういこう。ハイデルのスキル出ろ。よし、いいね。これロバートでしょ。このハイデルのスキルはゴリゴリ削っていくんでね、これマジで、これめっちゃ強いですよ。ほら、ゴリゴリに削るからな。今もう必殺技打ったぐらいのダメージ取ってるもんね。これロバートも、っていうかテリー以外全部溜まってる。あ、使わない。調整できる、それ。テリーがスキル出てたらね、強制的に倒すと思うんですけど。テリーはスキル、あー、ロバート出た。テリースキルパワーダンク、あー、出てますね。そしたら、いやー、テリー、これでもハイデルン逆にここで、スキル出ちゃうとやばいかもね。ちょっと待ってよ、こういこう、こういきます。よし、危ない、スキル出なかった。しかもめまいした。いいね、これはいいよ。これもしテリー使ってきたらチンに飛んでしまうから、必殺ね、チンに飛ぶし使いにくいね、テリーは。かといって調整してもこっち全部ゲージ溜まってるんで、ここはチャンスやな。お、これこれこれ使ってくるならテリー、こっちに飛んでくるんでね。さあ、これでナコルルは生きるかどうか。パワーダンク出てないね。これじゃあ勝ったでしょ。イオリと、イオリ、いや、黒ゼロか、先黒ゼロ、イオリね。これで勝ちましたね。確実に勝ったかと。黒ゼロ真ん中にまず打って、イオリを、八乙女をテリーにぶつけたら、黒ゼロここっすね。これで、うん、でレラムツベ打って、あー、ちゃう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 、やってもうてる、やってもうた。まあいけるかな。でもさっきレラムツベ打ったつもりが、まあいけるか。でもあー、危ねー。いや、変なミスしすぎ、危なかった。さすがにいけるよね、さすがに。うん、イオリ強い、危ない。今のレラムツベ打って、普通にハイデルンをね、テリーにぶつけるつもりやったんですけど、で、まあ、イオリがいたんでよかったですね。なんとかいけました。危なかった。でも、はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。